皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今日はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車を紹介させていただきたいと思います。紹介してくれるのはガックンこと高橋くん。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくのが、ポルシェ991GT3RS です。はい、991ってことは前期タイプの。前期ですね。もうなんかすごいことになってますけれども、はい、これはどういうことでしょうか。とりあえずもう真っ黒に、とことん真っ黒にしてみました。もう全部真っ黒っ。全部真っ黒です。ヘッドライトもこの辺のレンズ類も、はい、ボディも、はい、じゃあちょっと端から解説してもらってもいいでしょうか。はい、まずレンズはこの3箇所。あ、ここもなんだ。そうです。なるほど。もうスモークフィルム、まあ、プロテクション効果もあるんですけどを施工してあります。じゃあ傷を防止しつつちょっとこうトーンを落として。そうです、そうです。スモークに見えるようにそんなフィルムが施工してあると。でインナーがもともと黒なんで。あ、なるほど。よりなんか真っ黒に。もうなんかサングラスかけたみたいな。そうなんです。もう真っ黒です。そしてボディは、これはボディはサテンブラックで半ツヤの黒で、はい、なんとラッピングっていう。ラッピングで、しかもよくこう半ツヤのとかマットの車紹介させていただくときに、このステルスフィルムってそのツヤが引けちゃうプロテクションフィルムでマットにしましたっていうのを結構過去にも何回か紹介させていただいたんですけど、今回の車はなんと色替えっていうことで。色替えです。これ元色はちなみに何色でしょうか。元色は白です。このロールケージと同じ白い車をまさか真っ黒にしちゃうっていう。そうです。ガラッと。でもう色替えってなってくると、こうクオリティというかどこまで貼るかが重要になってくると思うんですけど、もう元色が全く見えないっていう。そうです。全部貼ってるんだね、これ。全部貼ってます。もう本当にキワキワまで。あ、なるほど。ドアの、うちもドアのこの辺ももう一見するとオールペンレベルで。そうなんですよね。ドア開けたところなんかも全部色が変えられてます。これはご近所さんびっくりしちゃうね。そうですね。色違いで乗り換えたんですかみたいな。すごい。そしてこのドアの取っ手とかこういう複雑なところも貼れちゃうんだね。なるほど。そしてもうこのレーシーな感じとサテンブラックがすごい、なんかもう開発車両みたいな、そんなイメージに。ちなみに今回これはなんか車のコンセプト的なものはあるんでしょうか。黒くしたい黒くしたいっていうお客様の。なるほど、はい、要望でもうとことん黒くしてみたっていう。まあ、使い勝手としてはストリート。そうですね。サーキットとかあんまり走んないです。行かない感じで、はい、ゴルフ行ってます。あ、これでゴルフに行くとんでもない仕様になってます。で、後ろなんかも全部真っ黒。そして前に並ってテールなんかもスモークのフィルムが一緒に貼ってあって、本当に黒い塊。そうなんです。これ夜見えないね。エンブレムとかロゴとかを全部なくしちゃったんです。あ、本当だ。めちゃくちゃスッキリしてます。あえて車種不明感。これ本当に車種不明だね。本当にこれ夜走ってたら本当に黒い塊が動いてるみたいな。で、ホイールはこれはもともと純正の、グロスブラックで。なるほど。ボディマットなんで、まあ、一緒でもいいんですけど、ちょっとあえてちょっと変えてみました。なるほど。ツヤありの黒で、はい、で、このブレーキを塗らないのはあえてでしょうか。そうですね。なるほど。もうなんかブレーキしか色がないっていう、はい、そしてついてるブレーキも当然 PCCB ということで、もうド迫力のブレーキがついてございます。はい、そしてリア、マフラーも社外のマフラーになってるってことで、はい、まあ、ストリートですけどちょっとこうレーシーなサウンドにして演出してると。そうですね。はい、こんな感じ。そうですね。だ、普通なんか結構こうカーボンパーツつけたりとかそういうことをしないんだね。全くしないで、もう本当になんか定番カスタムと全然また違うアプローチの仕方でポルシェをいじってるっていう。はい、ちょっと続いて内装も見てみたいと思います。内装は特にカスタムはしてない。してないです。なるほど。してないんですけど、ちょっとボンドプラスっぽい紹介になっちゃうんですけど、最近スーパーカーに人気のデジタルインナーミラーがついてます。ミラーが液晶タイプのデジタルインナーミラーがついてると。
ーー、まあ、後方の視界が悪い車だったりとかは、ね、まあ、普通のミラーじゃなくてもう液晶とカメラの組み合わせなんで、そうです、そうです、もう本当にそう視界を遮るものがなくなるっていうことと、あとは一応デジタルの映像なんで、まあ、暗いところは例えば明るく、今日みたいにこう西日が強くて眩しくて見えないところは暗くっていう映像の処理ができるんで、普通のミラーより視認性がいいという、はい、そんなのも今回ついてる、はい、でこれは専用のアタッチメントでこう後付け感なく、そうです、ね、純正オプションかのようにミラーごと交換しちゃう感じですね。なるほど、その辺もポルシェおすすめのパーツということで、はい、そんなのもついてます、はい、これ中もかっこいいね、これカーボンでシートベルトが赤 で、 そうです、外にはじゃあ黄色が差し色で、中はこの赤が差し色でステッチとシートベルトが赤い、ね、でこれロールケージってこれボディカラーとセットなの、これセットだと思います、たまたま、いやいやセットだと思います、けどこれがなんかちょっと元色の名残というか、そうです、そうです、で白ボディにこの白ロールケージよりかもなんかこのマットの方が目立つかなと思って、サテンブラックにこの白ロールケージの方がこう最初は塗っちゃおうっていう話もあったんですけど、あそうなんだ、でもなんかこうちょっと一回残してみましょうっていう、外から見た時のこのジャングルジム感がすごい、そうっすね、これストリートで乗っててしかもゴルフってすごいね、これ、うん、二度見するね、そうっすね、ちょっとこちらの車マフラー交換してるってことなんで、ちょっと排気音も聞いてみたいと思います、お願いします。続いて便利機能リフターもついてるみたいなんで、ちょっと動き見てみたいと思います。早い、こちらロベルタのリフターっていうことでかなり動きが早い、純正こんなに速くないよね、速くないです、速くないよね、まあ、後付けでロベルタのリフターかなり動きが速いんで、まあ、とっさの時もすぐ上げられてかなり便利でおすすめのリフターです、はい、でこれリアも付けられるんだよね、付けられます、だからまあ4輪上げたい人は言っていただければ4輪上がるようなシステムをモンドでご案内させていただくこともできますんで、各店までお気軽にお問い合わせください、はい、はい、というわけで今回はモンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた 991GT3RS をご紹介させていただきました。ポルシェのカスタマイズ何でもお気軽に各店までお問い合わせください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。